皆さんこんにちは、今日はなんとニューヨークに来ています。今ニューヨークのブルックリンに来ていて、これから、後輩の寮のところに遊びに行こうと思ってます。後輩は今、サッカーをやりながらこっちの大学で勉強していて、いろいろ経験をしているということで、ちょっと、話を聞いてみたいと思います。私の後輩の井上あさこです。 Welcome to my dorm。 どうぞ。すごいね。いいんだ。お邪魔します。 Estelle She's coming。 Hello Morning。This is Estelle. Estelle? Yeah. She's from Cameroon. From Cameroon. Nice to meet you. Africa. Yeah. ここキッチン？そう。冷蔵庫。キッチンもあります。そうそうそう。すごいね。もう一人は。全然帰ってこない。これは一応3人部屋なんだね。Right, Steph. We have three people. But... ここはトイレ。トイレとシャワーです。いや、でも全然いいよ。全然いいっす。これが寮って、全然いいよ。私さ、大学1年生の時に寮だったんだけど、うん、キッチンも冷蔵庫もないし、あ、バスルームも共有だったし。あ、そうなんだ。共用で本当にベッドと机だけ。今寮から出て、寒い。なんと、寮の目の前はすごい。なんと、今ここブルックリンのどこだっけ、ブルックリンストリート駅。そうですね。で、寮の目の前は、なんとじゃーん、じゃーん、こんなとこです。自由の女神見える。これ見えるかな。あ、いた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 。どこ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 。これだ、これこれこれが自由の女神です。